皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。みっちです。はい、今日これから練習する漢字はこちらになります。はい、これからですね、これらの5つの漢字を使って読み方の練習、そして書き順の練習、そして最後に確認テストっていうような形の流れで練習してみたいと思います。さあ、そしたらですね、まずはじめにこれらの5つの漢字を使った単語を準備してきましたので、そちらの単語の方のですね、スライドをこれからお見せいたします。なので、私皆さんでですね、大きい声で読みの練習をしてみましょう。よろしいですか？それでは、3、2、1、はい。担任の先生、担任の先生、担当者、担当者、拝見する、拝見する、日の出を拝む、日の出を拝む、死者誤入する、死者誤入する、捨て猫、捨て猫、推理小説、推理小説、推測する、推測する、探検隊、探検隊、宝石を探す、宝石を探す。はい、そしたらですね、本日のターゲットとなっている漢字の書き順をこれからですね、画面にお見せいたします。なので皆さんも指を画面に、コンピューターないしテレビまたは携帯の画面に向けてですね、指を出していただいて漢字を書く練習を一緒に行ってみていただけたらと思います。よろしいですか？じゃあ始めます。担当者の担、担任の先生の担、担当者の担、担当者の担、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 担当者の担、担当者の担、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 担当者の担、担当者の担、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 拝見するの拝、日の出を拝むの拝、拝見するの拝、拝見するの拝、拝、拝、拝見するの、はい。拝見するの、はい。はい、はい。拝見するの、はい。拝見するの、はい。はい、はい。死者誤入の、しゃ。捨て猫の、す。死者誤入の、しゃ。死者誤入の、しゃ。しゃ、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 しゃ。死者誤入の、しゃ。死者誤入の、しゃ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 、死者誤入の、しゃ、死者誤入の、しゃ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 、推理小説の、推、推測するの、推、推理小説の、推、推理小説の、推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 理小説の推、推理小説の推、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 推理小説の推、推理小説の推、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 探検隊の探、宝石を探すの探、探検隊の探、探検隊の探、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 探検隊の探、探検隊の探、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 探検隊の探、探検隊の探、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 探。はい、そしたらですね、先ほど練習した5つの漢字を使った単語のですね、スライドをもう一度お見せいたします。なので、私皆さんですね、大きい声で読みの練習をしましょう。準備よろしいですか？ 3、2、1、はい。
担任の先生、担任の先生、担当者、担当者、拝見する、拝見する、日の出を拝む、日の出を拝む、死者誤入する、死者誤入する、捨て猫、捨て猫、推理小説、推理小説、推測する、推測する、探検隊、探検隊、宝石を探す、宝石を探す。はい、そしたら今度は先ほど一緒に声を出して練習した漢字の読み方の確認のテストを行います。これから先ほど練習したスライドをシャッフルしてお見せいたしますので、皆さんはその漢字の読み方を答えてみましょう。よろしいですか？ 3、2、1、 はい。そしたら最後に漢字の書きの確認テストを行いたいと思います。これからスライドをお見せいたします。で、そのスライドの中に下線が引いてあるところがありますので、そこの下線に当てはまる漢字を皆さんのノートとかですね、何か広告の裏とかに書いていただきたいと思います。で、答えの方はこの動画の概要欄に書いてありますので、最後にそちらの方で確認していただけたらと思います。じゃあよろしいですか？じゃあ始めます。 3、2、1、 スタート。
今日は以上で全て終了になります。皆さん最後までどうもありがとうございました。それではまた後で。